はい、やがちゃちゃというわけでございましてですね、また隙間時間が生まれたので今回の隙間時間にお送りしたいと思っているのはマリオメーカー2、こちらですね、まあバーサスシリーズの第2弾というわけでございまして、まあタイトルにもあったかと思いますけども、今回はですね、まあリスナー枠ではないんですけども、もうマリオメーカーってあれなんですよね、友達にやってもらって横でやるためにはもう近くにいるやつらからなんとか持ってくるしかないというところでございまして、やっぱりね、人間って生きるためにはお金が必要だったり仕事や立場が必要だったりするわけじゃないですか。というところでですね、今回は感謝の意を込めてですね、うちの働いている会社のですね、社長をですね、ちょっとひーこら言わせてやろうかなと思いまして、今回はその社長に対してのステージを作っていきたいなというふうに思っているわけなんでございますが、まあまあちょっと今見てわかる通りで雲のステージなんでございますが、マリオ3って言ったら羽マリオだと思うんですよね、個人的には。よいしょ。この羽マリオっていうのをどういう風に使いこなすかによってなんか結構ステージメイクができるのかなと。で、知らない人もいらっしゃると思うので、この羽マリオって飛んだ後にこうやって後ろの布マントを使ってこうやって移動することができるようになってるんですよ。なのでこれを使ったステージで苦しめてやりたいなと思ってるんですけどもじゃあまあどういうステージになるのかというところでですね、ちょっとまあなんかいろいろとあれやこれやと試行錯誤してみたいと思いますので、またステージができた時に解説をさせていただきたいなと思っております。なんかな、理不尽と理不尽の間の境界線みたいなステージが作りてんだけどな、どうしたもんかしら。はーい、というわけで作ってみました。ですね、まあ、早速なんでございますけども、まあちょっとセクションは何個かに分かれるんですが、パッと見た感じね、ここにこれしかなくて叩いても羽しかないね。なのでこのままだと助走も足りないしどうしたらいいのかっていうステージレイアウトになってるんですけど、これよーくちゃんと飛んでいただくとですね、画面が上にスクロールするんですね。なのでこれ上に何かがあるのが分かりまして、でここにありますのがヨッシー。まずヨッシーに乗っていただいて画面端ダッシュ切りジャンプしていただくと、こうやってコインが続いていて、コインに続いてた先にこんな感じで残念ながらヨッシーを生贄に捧げることでまずこんな感じで移動ができるようになると。で次なんでございますが、よいしょ、上に飛んでいただいたとしてもこんな感じで途中にトゲがあるのでどうにもならないんですね。でじゃあどうするかっていうところなんでございますけども、ここに関してはこれね、見ていただくよりやっていただかないと難しさわからないと思うんですけど、高さ制限のホバリングを要求してみました。なのでこうやって飛んで、よいしょ、こんな感じですね。で残念ながらこれ勢いよく来すぎるとここでトゲにぶつかってしまって羽の権利が消失するので、この時点で積みになっちゃいます。なのでギリギリのところで止まっていただいてっていう風なのを心がけてもらう必要があると。でこれまた叩くと中から出てくるのがヨッシーで、ヨッシー踏んでいただくと、まあヨッシーのおかげでトゲが踏めるんですけど、パッと見何もないんですよ。なのでまたここはマントマリオの特性を生かしていただいて助走をつけて上に飛ぶと。でするとね、屋根裏みたいなところがありまして、とりあえず目の前に見えるのが P スイッチと鍵が見えるんですが、ここでヒントを出してありますね。鍵を使って進まなきゃいけないんだけど、下がコインになってるので、ああってことはあそこの P スイッチを使ってこの鍵ドアを開けなきゃいけないんだなっていうことを分かるようにしておりまして、でヨッシーは口の中に何か1個貯めておけるので、それを利用していただいて、まずはヨッシーで P を貯めてうまくキャッチして、でヨッシーのダメージを無敵使ってこんな感じで鍵、あぶねえ、鍵を取っていただいて、でここの最後はちょっと食らっていくとクリアが遠のくので引っ込んでる隙に抜けて、でここはヨッシーをロストしないように注意してもらって、ギリギリで吐いて P 踏んで、でこの状態で南下して、でこのマントマリオをうまく使って、でこの後にすぐに落ちてきてギリギリ助走ラインが、あーやっべやっつった、助走ラインがあるので最後はここ抜けていただくっていう感じで、レイアウトでどうかなというふうに思っている次第でございます。で今ちょっと私デモンストレーションしながら気づきましたけど、何個かね作成中に使った
ものがあったりするので、これを消しまして、まあ早けりゃ5分から10分ぐらいでいけるかなという構成ではあるんですが、羽でのアクションやギリギリブレーキっていうものをうまく使いこなしていただく。で、最後はこれ上に飛んだ後に下からここのトゲを抜けてこの屋根をくぐる形でゴールするっていう作りになってるので、まあなんだかんだ言って最初はなんて言うんです、どうしたらいいんだろうっていう感じになりがちになるんじゃないかなと思います。さあというわけでございまして、クリアチェックやっていきたいと思いますが、そもそも分かってる俺がどれぐらいでクリアできるかによってあれなんだよね、この後のプレイする人の難易度が変わってくるんだよね。そこがちょっと怖さもあったりするんですけども、でまあギリギリ飛んでヨッシーを生贄で、あ、間違えた、危ない。で次はギリギリジャンプのところから助走をつけて、あーやっちったあれなんだよな、俺のステージで俺が実況するってこんな寒いことねえんだよな。ねえ、やっぱね、作った人はサクッと終わらせて、じゃあ残りは社長ターンってやっていきたいんだけど、あとね、俺のであんまり尺使ってるとそもそも動画の尺が足らなくなるっていうね、あの嫌な予感がしちゃうので、ちょっとここら辺はねちゃっちゃか終わらせていきたいところではあるんですが、あーマジか、あー高さが足んねえかも、あぶねえ。でヨッシーを使って一回逆ジャンしてからのよいしょと、で先に一回出させて P 含んで、やっべえ、羽じゃなくなった、終わった、積んだわ。ここあれだよな、ほんとヤガミが作るステージってさ、なんかミスを許されないステージのレイアウト多くてムカつくよね。あーら、鍵持ってるだけで実況すんの忘れてたわ実況者として問題外な状態だな。で P、 あやべ、 P を踏んでこうしてギリで飛んで、で早めに降りて、で助走をつけて、あやっべよくできてんな、ここ高させって、このステージ作った人誰、うまい。あーやっと挑戦権得れそう。はい、はあ、いい、オッケー、いけるんじゃねえ、チャンスじゃね。でいきた、あーやっべー、あぶねこれもう一段下がってたら憎かったね。でもここはボーナスでつけといてあげようかね、この一番下のトゲに当たってもクリアできるよっていうのはもう武士の情けだよね。じゃあシャッチョへの挑戦状というわけで、シャッチョ、以外も、お楽しみください。武士の情けとうさい。よし。じゃあこれで。でまあ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 、スタンダードタイムアタックかな。じゃあこれで投稿しちゃいましたので、これで次はですね、うちの自宅に社長をお招きしまして、これを実際にクリアしてもらうというところをですねやっていきたいと思います。というわけでございまして、今回も、ゲームメイク編に関してはここまで。というわけで残りはですね、社長の方のね、前回っていうかね、これいろんな番組が絡まっちゃって申し訳ないんですけど、やがないラジオっていう、やがやがやしないラジオ出張版っていうのでちょっと話したんですけど、社長がね、ゲームオーバーになったりとか死ぬとで首をね、なんか後ろにヒュッてやる癖があってね、実況でやると全く映えないっていう可能性があるんですけど、社長がどうなるかを含めてですね、残りはですね、プレイヤー側の視点でお楽しみください。そちらの方でもお邪魔します。というわけでございまして、私は一足先に、というわけでバイバイ。はい、いらっしゃいませ。お邪魔してますね。
あれだね、三田太郎以外がね、動画に出るのはね、すごい違和感な感じ。自分の声がどういう声で届くのかがわからないっていう不安でしかないっていう、ね。あれだね、なんだろう、動画をお楽しみいただいて。というわけで、今回は、タイトルコールだった通り、社長に、来てもらってるんですけど、うちの動画では初めての、うち以外のスイッチ。になってるんで、クリアしてもらったらそのままクリアタイムの実績として持って帰っていただきたいなと。で、やってくれてんのか知らんけど、あれ、職人のブックマークってこのゲーマンの知ってる？知ってる。うん。なんだけど、職人のブックマークから入るのはあくまであれじゃん、すでに友好関係がある証じゃない？そうですね。ね、なんでそうじゃない人でも来れるように、とりあえず、今回、ID から入れてもらおうと思うので、右側の ID ってとこ入ってもらっていいですか？はい、入りました。はい、じゃあ、U から入れてね。U。違う違う。U から入れてね。あ、了解。マリオの M。マリオの M。はい、54。違うね。それ、なんだろう、車のマニュアルのやつだね。で、ABC の C。ABC の C。ジャパンの J。ジャパンの J。ルイージの L。ルイージ出るなんだ、L。で、Y。Y シャツの Y。Y。東芝の T。東芝の T。富士通の F。富士通の F。はい、どうぞ。で、スタートで。はい。きっと多分、社長への挑戦状が出るので、ダウンロードしていいの？ダウンロードもしていいよ。なんで、君はオフラインで俺のステージやるの？いや、そういうわけじゃないんで。うん。なんだろうね、大体俺のステージと何個か違うのが流れてる感じのあれね。で、今あれ、誰もクリアしてないから、うん、クリアしたら初回クリアなんで。あ、素晴らしいですね。で、書いてある通りで、武士の情け搭載って書いてある意味が分かるかもしれないです、プレイによっては。おう、ちょっとこれ、詳しくは動画見てもらえるとわかるんですけど、武士の情けをちょっと搭載したので。わかりました。まあ、そしたらじゃあお願いします。じゃあ、OK ですか？うっす、お願いします。もう撮ってんのこれ。撮ってるよ。ずっと前から撮ってるよ。これも撮ってる。そう、ここも全部使うよ。おー。ね、どういうリアクションになるのかわかんないですけど。で、今回、マリオワールドですね。えい。ちょ、時間は余裕あるね。そう、時間は全然制限かけてない。待って、なんか緊張しすぎて。カットしてほしい。全然しないけど、1回目のプレイカットするとかも使うとこどこにもないよ。はい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 。待って。ああ、お疲れさんです。ああ、なるほどね。まあ。これぐらいはね。まあ、あれだよね。予想の範囲内だよね。そうそうそう。ちょっと待って。カットしようよ。カットしねえよ。2回目のプレイのどこカットすんだよ。一番下まで起こしたぞ、俺。あれだからな、ベストプレイ集取ってんじゃねえんだからな、これ。これね、コインに、こう、気を引かれるとね。はい、余裕っすね。あ、余裕っすね。待って。いや、それはな、いや、今のはちょっとマリオの体重が悪い。マリオの体重が悪い。あれ多分だけど、世界探してもマリオの体重に、あ、もうお帰り。マリオの体重にイチャモつけた人あんまりこの世にいないと思うんだけど。ほい。見てください、このお腹。もうなんか声が震えてる。手がやばい。ただただ、録画しながらゲームしてるだけなのに。今ね、汗で滑りました。あれ、社長ってあれこんなマリオ下手だったっけ？じゃあ、おかえり。よし入れないの。よし入りますよ。肘まで震えてる。緊張やべえ。ね、なんだろう。別に何も怖いことないよ。そうね。まあ、ここはね、はいはいはい。これ下手に飛ぶとな。ちょっと待ってね。ダメだな。こっちじゃないな。オッケー。下から行けってことね。ちょっと。見覚えある。1分ぐらい前に見覚えある。これ、あれじゃないですかね、録画の時間、2時間とかかかると思う。なんだろう。その時に大体ね、多分ね、社長が使っていただきたいところも含めて1時間40分ぐらいカットされる動画になるね。マジか。いや、ここ上手くなったんじゃないですかね。別にそこ通過点なんだけど。え、なになに？え、なになになに？で、うん、これでちょっと先を見とくっていうね。ああ、なるほどね。下から行く？ああ、ちなみに22人の人、上から死んでる人もいるんだね。いやー、そうなんですけどね、今、上飛距離足んなくない？このマリオがこの。
待って、ヨッシー無理、それは無理だよ。ヨッシーの勇敢な冒険が今始まるよ。ほら、ヨッシー足震えちゃっても登れないじゃん、ほら。ヨッシーが悪いんじゃない、多分コントローラー握ってる人が悪いんだよ。嘘、ちょっと待って。届いてんじゃん。いや、多分ね、今ね、Y ボタン反応してなかったよ。違うよ、Y ボタン押せてねえんだよ。反応してなかったって。はいはいはい、スピード落として。はい、せやな。おい。だって上からこれだってどうやっていくんだっけ、ちょっと飛び方大丈夫大丈夫、あれ一回上に向かって飛んで飛び方思い出してみたら、そう、その状態で後ろキー入れるとプワンって跳ねるんだよね、跳ねるよね、跳ねるはずなんだよね、うん、そうそうそう、それそれこうね、こうね、で右の入射角によって左の、そうそうそう、すげえ傾いてる状態だとすげえ上にプワンっていく。あ、練習できるね、これね。そうね。ちょっと練習シーンはカット。ハミさんね、見えないところで何か置くの好きじゃないよ。マジか。なんだろう、これしゃがめんでいけたらさ、マリオメーカー。多分下からこうクイックイだよな、これ絶対。下についた。よし、行くぞ、よし。なんだろう、あとこいつ3秒後にはスキリ捨てられるんだよな。よし、マジか。ひどい茶番を見た。これで逆向きですよ、マリオさん。うん。そうっすね、羽にマント持ってる状態だと解除されちゃうんですよね、ホバリングがね。なるほどね。こういうとあって、ここで行くと当たるでしょ。で、後ろには行かないとしたら、あーね、わかった。オッケー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 。今の何もジャンプのない落下しから何か学んだの。え、嘘、違うの。え、待って待って、俺今のところに PDCA が回るところ見当たらなかったんだけど、なんか PDCA 回った。回った回った。オッケーオッケーオッケー。ちょっとやってみるね。オッケー。おー、危ないよ。よし、どこまで行くの。矢上さんお得意のあれですからね、垂直ブロック配置は。もうで、こういくじゃん。うん、こういくじゃん。え？え、ごめんごめん、え、何しようとしたの今。そこでね、うん、こう一瞬浮いてフオン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 ってこう、あ、ごめんね、手でやっても見えないよね。よくわかった、えらい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 。そうなんだよ、これカメラついてねえんだよ。巫女、なんか急に今なんかどうした。巫女が出てきたり、前カットだね。マジかよ。からはいけないんですよ。ですよね、やっぱりね。だからそこを抜け、重度ホバリングですごい上に行こうとしてるんですよ、うん、その角度だね。うまい。これで手が震えてる。マリオ。あ、まあ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 、慣れてきたよね。死ぬことに。でもぶっちゃけたこと言うと、予想以上にハマってる。実はここハマるの10分ぐらいを想定してた。動画上ではこう 2,3 分でね、行くとね、まあまあ4分5分ぐらい、なんかさすが社長ぐらいの。さすが社長とは言わないと思うけど。待って、そのダイジェスト流した後、多分だけどね、死んだとこ全部使うから、さすが社長って言わないと思う。え、あ、全部使うの。あれ、なんだっけ、でけ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 でんは全部分流れる。あと死にすぎると死亡カウンター回す。マジか。うん、ちょっとひよってよし飛ばなかったじゃん。何回死んだかっていう計測を、まあね、うちの動画だと半年ぶりぐらいにやろうかなと思ってる。じゃあちょっと死なないようにやろう。そう、昔三田太郎がトランスフォーマー、お、いけるいける。うー、知った。おっ、これって致命的だったりするのかな、これ。さあ、ヨッシー、よし、あ、ヨッシーはダメ。いや、今多分なんか横当たりしたね。そう、あ、でもちょっと待って、せめて無敵のうちに何があるかだ。こっちじゃない、こっちね、こっちだね、多分。そうだね、ちょっと探索すんだね。
まあ結論から言うとヨッシーはそのトゲブロックは横当たりに対しては大丈夫。あ、横当たりはダメだけど、床当たりは全然 OK です。ブレーキに失敗するので、ここら辺のは私のせいです。マリオのせい。そういうことだからバチ当たんで、ね、あー3回目で終わらせんなさあホバリング。あ、でもね、向いたのね、今すっげー前向いたね。待って、下、うん、落ちちゃったね。うまい、やっと。さあ、やっと新天地。さあ、再びヨッシー。さあ、なんか痛そう、向こうに。少なからず右側に何かありそうな気配ですよね。うん。で、左側には長いストローク。ヨッシーのまま飛ぶぞ。はい、ただいま。さあ、あと。P。これ、Z。さてさて。これって、ヨッシーで踏んでもダメなんだよね。え、踏めるよ。あー、待って、トゲの話？これ、これ、おー。あー、それの話、P の話かと思ったよ。いやー、でも P 取ってこないとダメだよな。ヨッシー。向こうまで一応確認するぞ。よしよしよし、待て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 綺麗な流れでございました。しながらヨッシーを捨ててあそこに乗るんだよ。ダメって言ったじゃないですか。必要技術に比べると金がないからね、無理で。まあね、まあね、普通にアプローチなんか見てるからだよ。何の練習もできないよ。まあ2回も飛び損じたらね。さあゆっくりと、うっそ、うっそ、マジで、マジで、マジで、今のマジで。そこはダッシュしていただきたかった。ダッシュ。あのですね。なるほど。あのね、なんかの手違いかな。乗った。よし、これで。さあ、間に合えば。いや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 。ああ、ね、ゴールが見えたよ。あーね、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 あーね。ヨッシーもう一匹欲しいな。あのさ、マジさ、その、ヨッシー吐き捨てる理論良くないと思うよ、精神教育上。しょうがないでしょ、だって。このヨッシーが緑色してんのが悪い。なんでだよ。青ければそんなことしないでもね。ああ、なるほどね。跳ねていけたよと。そう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 。ちなみに黄色いのって存在意義あんの、あれ。黄色はないね。やべやべやべ。黄色悪く言ったから、まそうだね。ヨッシー一族の呪いが。イェイ。わかったね。そうですね。ギリギリダメでしたね。そうだけど、あの、うち、あの、ザリアル、な、コインのくだりなと。いい感じとは。ね、うん。今みたいね。そうね、ちょっとね、集中力。ああ。でけ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 。さあ、しゃがみジャンプして、横当たりをせいで、ナイスブレーキ。さあ、一瞬ドアに入るのが遅れたが、おそらく間に合うでしょう。さあ、最後。フライアウェイ。あーっと、上に着地して、羽がなくなって、ゴール目前で。下に行かなきゃいけないんだよね、これね。そうっすね。さあ、ドアに入って、おそらく助走1回分の時間はあるでしょう。さあ、最後。さあ、抜ける、抜けてく、抜けてく。待って待って、届いた！ひよった、最後の最後でひよった。でも、オッケー。わかったよ。わかったよ。わかったよ。皆さん、お疲れ様でした。See you next. 終わんじゃねえよ。クリアしてから終われよ。クリアの方法を提示して終わんじゃねえよ。V ジャンプの攻略本か。いや、これはクリアが見えてると言って。マイク、キュッキュッて言った。ね。前押すんだっけ、後ろ押すんだっけ、ピッ。そうね、さすがね。したんだよな。いろんなところに気づいてもらいたいステージレイアウトっていうつもりではあるからね。横当たり抜けて、さあ勢いがあるが、ドアに入った。で入って、さあ大チャンス。さあ広げて、高いか、おーっと高いか。高いね、高いね。あれで、から、嘘。ま、今、あ、ここの高さが、いや、見えた見えた見えた。中で決めてたので。無駄なし。そんな。20秒で死亡で。おっと、まあ間に合うかな。大丈夫大丈夫。
さあ助走つけて、はあこれでダメか、届かない。あ、そっか、腹ばいになった状態で当たったら無敵の状態のまますばらくホバリングでき、ホバリングというか、かっこいい。そうっすね。なるほど。なんかかっこつけていいかでした。なるほど。なんでそんな無限なことした。いや、あぶねえ。さーて、助走の幅を取って広げた。あー、絶対ダメ今の。上に当たる。という、なんか上からのコースが見えたな今。上からのコース見えちゃったな。上のコースが見えたと思ったらどうしていいのか分かんなくなってブロックも登れなくなった。よし、2つのこと考えてやめよう。まずはコインを取る。まずはコインを取る、一番考えてやめろ。あれかな、社長になるとやっぱりコインって取りたくなっちゃうのかな。なるでしょ、大事だよ。コインを取るためにみんな働いてるんだから。そっか、社長らしい動きをしてたのか。やっぱね、自分がまず一番お手本になってコインを取って、みんなもコイン取るんだよっつって。はい、そっちか、よし。はい、はい、でさあで、はい、うまく捕まえる。はい、よし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 。さて、さあプチジャン成功からの横飛び分離、ドアの入室成功。時間はまだ余裕がある。入った入った、おーおー、ほら来たほら来たほら来た、来ましたよ。さあクリアです。いやマリオ頑張った。もうマイクにこう息を吹きかけてしまう。一番乗り、一番乗り来ました。いいね。いいね。これ多分ねいけるよ。あ、じゃあこの最後のプレイででもう一回クリアして、うん、もうこれいけるっていうのをちょっと証明して、じゃあいけるっていうのを証明して See you next time 青春バイバイで綺麗に。そうですね、あの三田太郎先生、三田太郎先生呼ばれてるよ。ちょっとねクリアする瞬間をお見せしようかと。あー、ちょっとねなんかあれだって、あのクリアする瞬間ちょっと見ててほしいって。死んだ瞬間閉めたかんな、てめえ。今目の前で社長がクリアしてくれるらしいから。余裕余裕、方向行くじゃないですか。で渡っていただいて、 でまずここ壁に当たったらダメなんでね。でここからよしごとね、これどうやって飛んでんのか分かんないんですけど飛ぶんですよ。でここは万全を期して、これがへこんだタイミングでこのヨッシーをよいしょ乗る、おお取る、でヨッシー乗る、はい、でこの状態からのバウバウして踏んで、さあドアを開けて、さあこっからはい、クリア。おお、このステージ余裕ですよ。あの、みんなはこうやって調子が乗らないような大人になるように気をつけてね。あの、調子乗っちゃダメだからね。閉めて。はい、See you next time, stay tuned, bye bye. お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんであいつ1時間以上ハマって100回以上死んだ上でドヤ顔で帰ってったのか、未だに気になる。あの、みんなも See you next time, stay tuned, bye bye. お疲れ様でした。